メリカ海軍の力の象徴として2022年時点でもその中心を占めているのが大型原子力航空母艦であり、護衛の攻撃型原子力潜水艦や複数のミサイル駆逐艦、ミサイル巡洋艦らと空母打撃群を構成し世界中の海に展開可能となっているよ。アメリカ海軍では2022年6月までにミニッツ級の大型原子力航空母艦を10隻保有稼働させており、整備と訓練と実戦配備の3つのサイクルで運用することで、常時少なくとも3隻以上の空母打撃群を即応態勢に置いている状態だぜ。さすがはアメリカだね。いつどんな時でも、どこへでも対応できるようにしてて、世界の警察って肩書きも伊達じゃないってわけだね。そうだね。さて今回は、実戦配備が遅延していたアメリカ海軍の最新鋭空母ジェラルド・アール・フォードが、ようやく今年2022年中での実戦配備が現実味を帯びてきたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。これらミニッツ級航空母艦10隻を中核とする空母打撃群のうち、9つはアメリカ国内の海軍基地を母港として運用されているんだけど、唯一その例外となっているのが日本の神奈川県に置かれた在日アメリカ軍の横須賀基地の存在なんだ。在日アメリカ軍の横須賀基地には、2015年10月よりミニッツ級航空母艦の9番艦であるロナルド・レーガンが配備されており、これがアメリカが自国以外の軍港を母港として正式配備している唯一無二の航空母艦ってわけ。ロナルド・レーガンはこのように2015年に横須賀に正式に配備される以前にも、2011年3月に発生した東日本大震災の救助任務のために日本近海へと派遣された経緯もあり、日本での知名度はこの時から上がったと思われるぜ。余談だがこの東日本大震災による福島の第一原発の事故の状況は日本の報道などでは状況が錯綜していたが、これらロナルド・レーガンらのアメリカ軍の艦艇が救助活動からの退避を行ったことで、かなり深刻な状況だと認識された一面もあったな。さてそんなロナルド・レーガンだけど、10隻あるミニッツ級航空母艦は1番艦ミニッツの収益は1975年と今からおよそ半世紀近くも前のことであり、アメリカ海軍初の原子力空母エンタープライズの後を受けて量産された艦艇なんだ。ミニッツ級航空母艦の初言について教えて。ミニッツ級航空母艦は基準排水量約7万4千トン、満載排水量約10万トン、全長 332.0 メートル、全幅 76.8 メートルの艦隊に28万馬力を発生する原子炉と蒸気タービンを搭載、最大速力は30ノット以上と公表されているよ。ミニッツ級航空母艦は1991年末に旧ソ連が崩壊するまでの東西冷戦期には、最大で90機前後の各種固定翼機や回転翼機を搭載していたんだけど、近年では70機程度に緩和されていると言われ、収容キャパシティ的には余裕がある状況と言えるんじゃないかな。アメリカ海軍では2009年1月に収益させた10番艦のジョージ H.W. ブッシュを最後にミニッツ級航空母の建造を終了し、この新型のジェラルド・アール・フォード級航空母艦1番艦であるジェラルド・アール・フォードは、2017年7月にアメリカ海軍への収益を果たしたんだけど、それから5年が経過した2022年6月でも実戦配備には至っておらず未だ難航しているってわけ。これは前級であるミニッツ級航空母艦に比して蒸気式であったカタパルトを電磁式に、またケーブル式であった各種エレベーターを電磁式に改めるなどの変更が行われたんだけど、それらの新機軸が設計通りの動作をできなかったことが問題だったんだ。こうしたミニッツ級航空母艦ではおよそ半世紀にもわたって培われ熟成された機構について、一足飛びに新機軸の投入を図ろうとしたことがかなり裏目に出た結果だと言えそうで、アメリカ海軍上層部からもこれを反省する声が後を絶たないぜ。ジェット機をカタパルトで射出する形式の航空母艦を2022年6月の現段階で運用している国はアメリカとフランスのみであり、フランスも唯一の航空母艦シャルル・ド・ゴールだけを保有しているに過ぎないよ。近年海洋進出を強化している中国は練習用の航空母艦遼寧や、それに続く国産第一番目の航空母艦3トンを収益させ、しかしアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードの実戦配備の遅れを見るに、カタパルト装備の航空母艦すら運用を行った経験のない中国が、電磁式のカタパルトをそうやすやすと実用化できるのかという疑問は拭えないだろうね。ジェラルド・アール・フォードの初言について教えて。アメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだけど、満載排水量約10万、1605トン。全長 337.0 メートル、全幅 78.0 メートルの艦隊とミニッツ級よりも若干大型とされ、28万馬力、最大速力30ノット以上は同スペックとなっているよ。ジェラルド・アール・フォード級航空母艦とミニッツ級との外観上の大きな相違点は主として3つあり、1つ目は艦橋構造物がより甲板の後方に移動していること、
三つ目はジェラルド・アール・フォード級航空母艦のエレベータが1機弦の3機となっていることだね。航空機昇降用のエレベータがいずれもデッキサイド形式であることに変更はないんだけど、これまでミニッツ級では右舷に3機、左舷に1機だった配置がジェラルド・アール・フォード級からは右舷2機、左舷1機のレイアウトとなっているみたい。この変化はジェラルド・アール・フォード級の初着艦効率を悪化させているのかといえばそうではなく、設計上ではカタパルトやアレスティングギアの電磁化による発着艦効率の向上からトータルでの性能も高めることを目的とされているぜ。具体的には従来のミニッツ級航空母艦では通常時の1日あたりの出撃回数が約120回とされていたものが、ジェラルド・アール・フォード級では160回と 30% 以上の効率となり、約70機と同数の艦載機の運用効率も高まると目指されてきたんだ。艦載機の出撃回数が増加することは、その各々の航空機が搭載する兵装量の増加をも意味しているんだけど、ジェラルド・アール・フォード級ではこれに対処すべく先進兵器エレベータシステムとして兵装専用に電磁式3機を装備しているよ。こうした一連の電磁式の機構の不具合がジェラルド・アール・フォード級の実戦配備を妨げる要因となっていたんだけど、ようやくこれらの修正に目処がついた模様で、当初計画よりも3年以上遅延したものの今年2022年中にはそれを達成する見込みだね。アメリカ海軍ではすでにジェラルド・アール・フォード級2番艦のジョン・F・ケネディを2015年に寄港、2019年に進水させており、現時点では同級を12隻建造してミニッツ級全隻との代替を行う方針が打ち出されている状態なんだって。ジェラルド・アール・フォード級の建造費用はすでに130億ドル以上に達しているとも言われ、一説には150億ドルとの指摘もあり、無論現在のように半世紀にわたって運用するとなれば膨大なメンテナンス費用も別途必要となるぜ。こうした費用負担は世界最大の軍事予算を投下し続けているアメリカでも、将来的にここまでの大型の航空母艦の保有が軍事的に本当にが有効なのかを問う大型空母不要論も絶えず、今後の世界情勢以下での方針転換の可能性もあるかもしれないな。いくら莫大な軍事予算があっても有限なことに変わりはないもんね。一隻あたりの建造コストだけに着目してみた場合、150億ドルという金額はアメリカ級強襲揚陸艦等の5万トン級の大型艦艇であってもおよそ5隻分にも相当するため、これらを増やす方が汎用性が高まるとの指摘の声もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。